じゃあ今晩、今日は先週読んだところの途中、まだよくわからないまんま終わったところがあったと思うので、そこから見ていきたいと思っております。動物飼育の中の何ページ3ページの真ん中あたりから、ちょっと解説した方がいいかなと思っております。画面ちょっと出すの待ってくださいね。どこになってるのかな。3ページの牛の管理の下の方のヤングストックのところがどこだ。ヤングストック、ヤングストックが見当たらない。スリーピング終わっちゃいなかった。あ、ここら辺ですね。ごめんなさい。日本語で言うと、若い家畜繁殖取り替え括弧ってなっているところの、前までは少し全体説明をしたと思うんですけども、前回読んだんですけれども、その後のところがなんか日本語をよくわからない文だったので、もう一回確認した方がいいかなと思って、今日はここから行こうと思いますが、それ以外に前回質問を持ってる人がいらっしゃったら、質問してくださっても構いません。まあ、一回読んでからにしましょうか。はい。では、今日は動物飼育の5ページ、あ、3ページ目の真ん中あたりから始めます。よろしくお願いします。So we will make sure about from here. Last time we were reading, but the Japanese is so poor and then nobody don't understand what's meaning. So would you talk about that? Or I explain? その若い家畜繁殖取り替え動きの理由の自由のための同じ必要条件を用いなさいとか、その下のすべて1年を通して住宅で若い取り替えるとかっていう、ちょっとね、分かんない日本語のところなんですけれども、ここのところは日本語で言うと未計算牛っていうことになると思うんですけども、計算牛っていうのが出産を経験した牛のことですね。経験の経に出産の産の牛、それの、まだ出産してない牛のことを未計算って言いますが、そのヤングスタックっていうのは、ストックって、まあ、乳牛のことなんですけども、若い牛、つまり未計算の牛を、自由にしておかなきゃいけないよっていうことを、一つ目のも二つ目のも言っています。すべて一年を通してっていうのも、年間を通してくくりつけることは許せされないということを言ってますね。で、その次の、子を産むことにおいてのところも、出産、牛の出産の時に、くくりつけるのではなくて、自由にいられる場所を用意する必要があるということ、それからその次の、もし安定した修繕が起こるならっていう文章の部分は、馬とか書いてありますが、全然そこ、なんでそういう言葉が出てきてるのかよくわかんないんですけど、とにかく英語の方の文章から見ると、出産するときに安心してその牛が、出産できるスペースを用意するべきであるということを言っています。で、その次のそれらの企業でというところは、その、まあ、農場において、農場の、まあ、その
施設の状況、施設とその、放牧地とかの状況において、そこの放牧地まで行くのに難しい、まあ、遠すぎるとか地理的にというか距離的にとか、難しい場合には免除が承認されるかもしれないから、まあ、そこは、それなりの機関に聞いてくださいということです。それから、その下に安定したタイプと内部のアレンジメントの備品は次の必要条件を満たさなければならない、つまりこの下に書いてあることを、満たさないといけませんよっていうことで、それで牛のために睡眠用の区分は適切な、まあ、敷藁を敷くなりそういうものを持っていなければいけません。で、2つ目の、完全に素立性とかっていうのは、これはその牛舎なり、牛舎ですね、これ牛のとこだよね、牛舎の、その糞尿の処理のために床をそのすのこといいますか、まあ、すのこ状な、床にしている場合があるんだけれども、そういうふうにその牛ってすごいそういうすのこの場所が嫌いなんですよね。道路の脇にこうすのこの渡してある場所が、すのこって言わないか、なんていうのかな、排水できるような網というか、その金属製のそういうすのこのようなものが乗っかってるところをまたぐのもすごい嫌がるんです、牛は。で、そういうような面積が牛舎の中だの広さの 50% 以上になってはいけないと。その前のところで薄い床板はダメだって書いてあったのと同じように、床自身の床の牛舎の床も糞尿が流れるように、その、水がね、落ちるようなシステムになっている床は 50% は認められませんと。で、それとはまた別に休養させるというところがちゃんとないといけませんよっていうのは、そこの文章のことです。牛のトレーナーが認められないっていうのが、ちょっと私たちもよくわからないです。すいません。で、その休養、ごめんなさい、今のストレーナーっていうのが、あ、トレーナーっていうのだったよね、うん、そこのところは前のとこ見たら、うん、強制歩行機みたいなこと言ってましたね、うん、そうそれと同じスペルで、うん、スペルとか言ってるってことですよね、うんうんうん、ありがとうございますはい。で、供給される十分なエリアをと群れは社会の行動の表現をということは、その餌の食べる場所、まあ、ちゃんと十分な、スペースを持っていなきゃいけないし、社会的な行動、つまりその群としてこう自由に動き回る、スペースもちゃんとなければいけないよっていうことプラス、少なくともその一頭一頭がちゃんと食べれる場所、それから寝れる場所がその牛舎の中に、なければいけない。ただし、アドリブでっていうのは、牛の小屋の中で自分が自由に動ける場所が多ければ、その食べる場所を交代して食べるということもあるから、少なくてもいい場合もあるかもしれないということですね。で、子牛ができるだけ早くお互いと一緒に連絡を取らなければいけないっていうのは、前回もちょっと話しましたが、子牛が個人の一頭だけの小屋に入れられるのはそんなに長く入れてはいけなくて、2週間ぐらいからはグループとして一緒に、いさせなければいけないということが4ページにまたがって書いてあります。で、子牛のためのその小屋というのは1週間目、最初の週だけは
認められるよっていうことですね。そしてディホーン、あとはディホーンっていうのはその牛の角を切ることは認められませんということです。But it can be exempt, but it has to be a very special reason. もしそれがもう承認された場合でもそれはすごく何か特別何かの大きな理由があるだけで毎年そのことは再検討されないといけませんね。I thought we stopped here last time. But... Yeah, yeah, yeah. But we need to... Okay. というところまでで、先週の話したところ、読んだところは、大雑把ですが解説にしました。で、いかがでしょうか、そこまでで。これは、牛の管理という、その前が家畜としての説明があって、その次の牛としての説明がありますが、さらにもっと先に行くと、じゃあ乳牛はとか、肉牛はとか、もっと細かくなってきます。ここは牛全般ということで、ここでもまだ大雑把なとこなんですね。特に何もないですかね。大丈夫ですか。じゃあ先に行ってよろしいでしょうか。はい、では行きます。Shall we go forward? 次はヤギのとこですね。じゃあこのまま読んでいっちゃいます。ねえねえいや、羊、ヤギおよび牛の馬の管理、ごめんなさい、馬の管理。牛のための状態はそれ相応に羊、ヤギと馬に当てはまる。加えるに羊のためにドッグに入って柔軟なバンドを音をにつけるっている虚勢のようなオペレーションがバイダミック農場でシステマティックに実行されてはならない。もしそれらが健康、羊の福祉あるいは衛生を改善するように意図されるなら、これらのオペレーションの弱冠がそれぞれの組織によって公認されるかもしれない。このようなオペレーションは資格を持った人員によって最も適切な年齢において実行されなくてはならない。そして動物のどんな苦しみでも最小限に減らさなくてはならない。上野先生、Sometimes it's necessary to cut the tails off the sheep because they get manure on them and then they drag around and it's not healthy. And sometimes they, they're not trimmed or well managed, they can cause all problems. But that's up to the representative organizations to exempt or not.糞が尻尾についちゃって全然こうもう取れなくなっちゃってるようなそういうような場合もあるから、そういう時には、尻尾をカットするのも仕方がない時もあるかもしれないと。でもまあ、動物福祉的にそれも可能な限り痛みのないようにまたそれも、まあ、承認されながらやっていってくださいということだと思います。はい、じゃあ豚について先に行きたいんですけど、どんなのか読んでいただけますか。あ、見えてない？読みます。はい、ありがとうございます。ページはちょっと動いてないので、はい、お願いします。あ、まあ、こっちだ。はい、豚の管理、はい、画面、はい、5-4-3、豚の管理。睡眠用の馬屋が有機的なガラクタを持っている普及であるはずである。完全に素立性の
床が認められない。常に可能である場合は、戸外へのアクセスは提供されなくてはならない。睡眠用の馬屋は、藁、あるいは他の有機的なガラクタで普及であるはずである。完全に擦り立性の床 50% 以上と動物がくくりつけられる管理が認められない。常に可能である場合は、定着することは可能である戸外へのアクセスが申し出られなくてはならない。例外承認10、付記7参照。遅くともわずか14日まで最も短い時の間、子豚を産むことに対して、メス豚が含んでいられるかもしれない。それらは住宅で縛り付けられないかもしれない。メス豚がローカルな条件が許すどこにででも、戸外にアクセスを持たなくてはならない。オープンメス豚、有料国際と若いメス豚がグループで、とどめられるはずである。狭いスリッチ製の床を持っているペンあるいはケージが、そのために許されない閉じ込めることが子豚を離乳させた。歯を切ること、あるいは子豚の他の予防の歯書類整理が許されない。そしていずれもドックに入って、お、あるいは耳ではない。すいませんな。全くなんか役に立ってないような気がします。読んだけど。ジャパニーズ・ウィー・ボロン・ウソ、クチュー・エクスプレイン・サムタイム。一番最初は分かりますかね。I don't like the idea of cutting tails off the pigs. まずその豚舎の中にはオーガニックな、もので、まあ、あの敷かれてるっていうことが必要で、でその床もあの枠の何ていうのすのこみたいなのでは認められませんということですね。あのたまにいるんですよね、豚の下全部あの網製になっていて、そこからまあ糞尿が落ちるようになってるんだけど、豚にとっては非常に苦痛でしょう。それから、まあ、これもあの放牧でいる必要があるので、外にいられる、外に出られる、かあのようになってないといけないということが3番目。Did he just read all that? But the strange Japanese, so cannot understand. Couldn't understand. 睡眠用にはあの藁か何か有機物などを置いてないといけませんよと。それから、床にくくりつく、床にそのフロアが 50% 以上だったらダメだし、くくりつけるのもダメですよと。アクセスとオープンフェアルーティングポシブルミーマスオフォードフェアルーティング。その、まあ、閉じ込められるだけではなくて、その空気も、自由に吸えるというか、外の空気も、ちゃんとアクセスできるようにしてあげるということが必要です。そして、How about the sword? Maybe what does this sentence?I don't know what firing is. Firing.
I guess that's for make a pregnant. So that may be contained for firing. I don't know what it means. Sorry. Firing, you got a dictionary? No. I don't know what it means. ごめんなさい。英語の文章もちょっとよくわからないみたいなんですが、14日間、生まれてから14日間どうのこうのっていうことだと思うんですけど、ちょっと待っててください。これ、後で考え、後で。This is cells. May be contained for firing for the shortest time only, until 15 days at the latest. I guess it's heat. You know, keep them if they're in heat. You can't keep them more than 14 days in, after the or waiting for the pig for the papa. そうだと、あの多分keep them separated for 14 days. 出産後14日は最低でもあの次の出産の受精をさせてはいけないっていうようなことではないかなと思います。はい。You can't tie up a pig. もちろん、つないではいけないっていうこともありますね。How do you tie a pig up anyway? 豚をつなぐってことはあんまり考えられないですけど。My leg? My ear? 足つないどいたり、耳をつないどいたりするのかな。You ever tried to rope a pig? It don't work. どうにやってもすぐすり抜けちゃうと思う。Hey, slippery. Okay. So, open air, yeah. As much as time as they can get. メスの、まあ、あの母牛の方も自由にしておかないといけないし、open souls go to the young souls to be gift groups.若い豚と、計算牛じゃないけど、計算豚っていうのかな、は、それぞれ別々にしておく必要があります。グループ分けにしておかないと、まあ、あの大きいのがね、小さい若いのをいじめることもあるので、ということですかね。Yeah. Pigs have a herding tendency anyway. They like to stay together.Pigs don't walk off by themselves. They stay together. They don't walk too far off. Like cows and pigs, they really don't go far from the herd or the family. They stay close to the family. So that all, it's okay to all together? Yeah, keep them in groups. Don't try not to separate them. Oh, ごめんなさい。全然逆のこと言ってました。ごめん。豚っていうのは家族的な、グループを喜ぶので、それぞれ別々に分けるのではなくて、一緒にファミリーとしていさせて やるということを言ってるそうです。How about this one? Put him in now. It's the pigs that...finished don't drink milk from mama anymore you can't separate them by putting them in a cage you have to separate them by they have their own space or mama has her own space somewhere子豚から母豚の離乳をさせるときにはそのケージの中に入れてあの分けさせるのではなくて母豚は母豚小豚は小豚というふうに全然違う場所で、分けさせるということをしなければいけない。ケージには入れてはいけないということだそうです。All these standards that we're looking at are designed for the welfare of the animal, the health and the welfare and the benefit of the animal, so he could have lived the fullest of his life. この、あの、まだもう一つありますけど、そのここで言ってることは、あの、前回も言いましたけども、動物福祉的な考え方から、あのベースとして全部それがあの
つながってますね。動物にとってどうしてあげるのがいいのか、どういうふうな生活状況が動物を幸せにするかっていうことがベースとなっていろんなルールがここに書かれていると思います。ということで最後のところは歯を切ることとか尻尾を切ることとかそういう耳をまあカットするということも含めてそういうこと、耳はカットじゃないけどね、まあ、歯を切ること牙をね普通の豚だったら、生まれたその日かな牙切っておっぽ切ってっていう風に切られちゃうんですよ。でそれもダメですと。でうちにいた豚は全くそういうことなく、おっぽを切るのは狭いところに閉じ飼われているとストレスがたまって仲間同士で後ろおっぽをかじるんですね。でそこからバイ菌が入って病気になってっていうことを嫌ってもう最初のうちから切ってしまうというのが豚業界ではあります。で牙もそうで、まあ、大きくなった時にその牙でね噛まれてしまうということを、まあ、恐れてちっちゃいうちに牙も取ってしまっているんですけども。うちの豚は全くそういうこと何もなく しなくても尻尾はくるんと丸まってみんなちょこちょこ動かしてたし尻尾でベローンって伸びてると元気がないんだなとか尻尾がくるんとなってるとあ元気いいんだなっていうのに健康チェックにも分かったよかったし牙があっても全然私たち噛まれるなんてことはない穏やかな豚たちだったので本当に自然な飼い方をすればそういう心配もないんだなっていうのを飼ってて思いました。 So our pig is no problem about the tail and then even the can didn't bite or nothing that kind of matters. This is our baby pigs. We bought pigs to get started. The pig farmer cut the tails off of them and teeth too. Most of the farmers cut the tails off the pigs before they sell them because they don't want you to know a healthy pig from an unhealthy pig. One reason. And the other ones is that sometimes a pig will bite their own tails off. Or bite another pig's tails off because they're hungry or something. Boarding. More bored. But a healthy pig will have a curly tail.私たちの、When a pig is not healthy, his tail will just go like that, straight. 今年まで飼っていた牛た、あ、豚は、自分たちのところで受精、まあ、近所の牛屋さん、豚屋さんのメス、オス豚と、自然交配させてもらって、で、うちの農場で生まれたんですね。ですが、一番最初始めた時は、まあ、豚を全く持っていなかった時は、普通に小豚を売ってるところから買ったんですけども、その豚はもう、生まれて何ヶ月、生まれたばっかりはもう連れてこれないので、離乳するまで待って、その後、まあ、大きくなって何ヶ月、何キロになってるところで買ったみたいな感じなんですけど、もうすでにその段階で、まあ、牙は抜かれてるし、尻尾は切られてるし、いくつかのなんかワクチンも打たれていて、でだからもう全然もう安全で、もうすぐに買えますみたいな感じで、その業者さんからはもらうんですけども、自分のとこで受精させない限り、一般で売られてる豚っていうのは大体そういう小豚屋さんから買ってる豚を大きくして肉にしているのでほぼほぼ何にもその抗生物質とかワクチンとか打ってない豚肉を食べることはできないと思います。本当に、まあ、そういう世界なんだなというのを豚を飼ってみて分かりました。なので、
まあ、いろんな意味で、一般的な豚の行動とその実際にうちの農場で生まれた牛豚たち の, その生命力の、生命力だったりこうなんだろう感覚の違いというのをやっぱり比べてみれたのがちょっと学びでしたね。うん、はい、まあ、残念ながらうちの豚今年で全部、肉にしてしまったのでもうちょっとしばらくは豚はやらないんですけれども、まあ、肉はまだ残ってるので販売はしているんですけど、はい、そんな感じです。でその先に進みたいんですけどあと時間が6分半ぐらいなんで、いけるかな。部課金ちょっと長いですね。いけるとこまで読んでみましょうか。どなたかお願いしてもいいですか。はい、読みます、はい、お願いします。すいません、どこです。食肉用、肉用課金の管理か。はい、はい、はい。檻に入れられたシステムが禁止される。地上の管理されたシステムでエリアを取り消すとして、床の分野の少なくとも3分の1が利用可能であるはずである。野外の走りが若い鳥と面取りを置くことのために必要とされる。他の肉用課金の肉が外の走りにアクセスを、開いている水に同じくアクセスを持っている水鳥を持つはずである。巣の箱が卵を産むことに提供されるはずである。夜少なくとも8時間の暗闇があるに違いない。くちばしを切ることが認められない。肉用課金の肉が止まって、そして集まって、それらの自然の行動に、例えば、書くことを許す経営者に一緒に可能な限り遠くに表現されるように要求する。肉用課金の肉が穴を開けられたメッシュの上に、あるいはケージで保持されないかもしれない。肉用課金の肉の家の床の床の少なくとも3分の1エリアは堅実であるに違いない。スリッツ製である、あるいは格子建設について、そして藁、削りくず、あるいは砂で覆われた。肉用課金の肉でそこに面取りを置くことに対して、家がなるべく肥料穴の上に位置させられる肥料とより高い丸い高い場所のために穴であるに違いない。出口、項目、ポップス、穴は鳥のために適切な高さを持っていなくてはならない。そしてそれらは100平方メートルごとに少なくとも4メートルの馬蹄心が肉用課金の肉の家のエリアを打ち負かすようにしなくてはならない。それぞれの組織からの免除は可能である。返還計画が点検組織体に提出されなくてはならない。十分な水ボールと給草用貝場桶が供給されなくてはならない。そしてそれらは容易にアクセス可能でなくてはならない。肉用課金の肉のそれぞれのバッチの間に持ち上げられて、建物はきれいにされて、そして衛生的な理由のために殺菌されて空にされなくてはならない。もし気候の状態が許すなら、肉用課金の肉が主に植物で覆われた、あるいは部分的に屋根を吹かれて外の走りにアクセスを持たなくてはならない。天気に対して動物を守るために、そして外の走りがなるべく当然で保護で用意されるべきである肉食動物が、例えば低木と木をカバーする。面取りを置くことに対して免除は可能である。返還計画が点検組織体に提出されなくてはならない。除外承認12-7参照。
外の走りの主な部分はそうであるに違いない。密告する、これは回転、植物のためのあるいは巻くことによっての回復段階で使用によって供給されるかもしれない。点は木あるいは生垣にあるように植えられることか、あるいは動物のための他のシェルターファシリティを提供されなければならない。水鳥が小川、湖あるいは池にアクセスを持たなければならない。もし気候の状態が許すなら、肉鳥と群れ、置き換えのための鳥が成長のそれらの段階に外の走りが適切であることを必要とする。エクゼンプションズは点検体から可能である。変換計画がそれぞれの組織に提出されなくてはならない。スクロールお願いします。はい、除外承認12、不機7、参照。卵は巣の箱で生まれることができなければならない。そして十分数の箱が供給されなくてはならない。メンドリの家は日中自然の火がつくことを持たなくてはならない。人工の火がつくことは連続的に夜の間に少なくとも8時間止められなくてはならない。くちばしを切ることが禁じられる。はい、ありがとうございます。また元に戻ります。肉用課金。あ、ここで、1分未満になりましたので、また新しくミーティングを入り直していただいて、今のところをかい考えていきたいと思いますので、また次のところで。皆さん移ってきてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ブレイクダウン。